はい、お待たせをいたしました。鴨鹿やし、田中康夫の無料生放送、あとは自分で考えなさいでございます。もう昨日から予習の項目をですね、ツイートしておりますのでですね、結構ご覧いただいている方がいるようでございますけれども、さてさて、今日は5日なので、私の大好きな漫画タウンの発売でございます。鎌倉の物語が載ってるんですけどもね、同時に今日は外ことが発売になったので、もうすでにホームページの方にアップをしております。田中康夫 JP でございますけども、ブース感がちょっと体調を崩したりなんかして、もう満を持してやっておりますので、1月末と申してましたが、ちょっと2月に入ってしまいました。まだ工事ですらもできてないんで、ちょっとページをご覧になった方から、工事中くらいせめて言いなさいということで、おっしゃる本当通りに申し訳ですね。本当ねえに申し訳といない。うこすいとまで、ブース感が至急やるようになっておりまます。す。すいません。で、今日出た外ことではご存知の浅田彰さんが緊急入院をしたんで、浅田さんの病院まで行って喋ってるという。多分昨日あたり出たスパでも、なんか浅田さんと福田和也氏が久方ぶりになんか対談をして、家宅の人みたいな対談をやっておりましたけどもね。こちらはマンデラ氏の追悼式から、安倍首相の靖国参拝、ケネディ駐米大使の役割、あまちゃんの女性像までということでですね、縦横無尽に喋っております。で、あと昨日発売のスパがですね、目黒駅の近くの焼き鳥屋さんをやったんですけど、目黒駅っていうのはほらご存知のように目黒区になくてね、で品川駅は品川区にないという、そうですね、入れ子のような状態になっていて、目黒駅は実は港区かと思いきやですね、品川区でございまして、品川駅が港区にあると。で、ご存知のように目黒駅ってほら、特に東急目黒線と、あとメトロの南北線と、それから都営地下鉄の三田線と3つ入ってるっていうね。結構そうですね、結構で駅の管理は東急がやってるけれども、3つ入ってて、で白金高輪までの間は一応メトロなんだけども、メトロなんだけども都営も一応そこは第二免許を持ってるっていう。ということで、バーゼルという町をですね、皆さんこれお読みいただくと分かりますけど、バーゼルというのはスイスにあって、ここのところなんかもうとんでもねえ、なんかほら、大学の方にいっぱいお金あげて、わけわかんない検査をしてるっていうんで有名になってしまったノバルティスという会社、これはもともと千葉外機というですね、いわゆるこれはご存知のように薬害スモンで問題になった会社なんですよね。ある意味では、他の製薬会社も必ず薬害はありますけれども、かなり問題ちゃって、あとバーゼルっていうのは国際決済銀行っていうのがあるんですけど、 BIS って呼ばれてる。BIS ってのは何のために作ったかというと、実は第一次世界大戦で負けたドイツに賠償金を払えと、でその払わされるためのもう特措機関として取り上げ屋として出来上がったのがこの国際決済銀行なんですよ。で結局それがあまりにひどいぞというんで、ドイツはまたヒトラーが出てきて戦争をやってしまって、また自爆テロになってしまうと。その時にイタリアと日本もドイツと仲良くしちゃったことによって敗戦国になったんですからね。前回申し上げているように、戦後レジームというのは何だったかというと、実はポツダム宣言というものがあって、ダスダム宣言ではなくてポツダム宣言があって、ポツダムヤルタがあって、そしてその下でサンフランシスコ講和条約というものが出来上がったことによって、日本は国際社会に復帰できて、オリンピックにも行けるようになって、そしてその後国連にも入れるようになったと。ということは、そのやっぱり東京裁判にはいろんな意見があるけれども、少なくとも第二次世界大戦以降は局地的な戦争しかないわけですよね。ベトナムであったり、イラクであったり、アフガニスタンであったり、でそこでも敗戦国が決まるけど、そのドイツとイタリアと日本というのは基本的に国際連合というのは、当時のアメリカとイギリスとフランスとソビエト連邦と、そして中華民国であったわけで、それが常任理事国で今アメリカとフランスとドイツとロシアと中国になっているわけですからね。ですからその意味で言うと、戦後レジームを変えるということは、その日本が復帰をしたサンフランシスコ講和条
条約をちゃぶ台返しをしますということなわけですよ。だから私はそのちゃぶ台返しがいい悪いじゃなくて、ちゃぶ台返しをするということは、それだけの覚悟を持って行わなきゃいけないわけです。はい、だからまあその世界的な秩序というのは国連によって出来上がってんだから、はい、その戦後のその体制というものを壊すということになると、じゃあ世界中を敵に回すかもしれないという覚悟を持った上で行うか行わないかという点でですね、議論をするべきなんですね。はい、でまあこのちょっとバーゼルっていうのは面白い街でね、ここにあのファウンデーションバイエラーっていう美術館があるんですよ。ファウンデーションバイエラー。うん、これはあの関空を作ったレンゾピアノという建築家が。で実はあの海外ってすごいのはやっぱりこのフォスターとレンゾピアノがご存知のポンピドーセンターというのを作ってるんだよね。だからそのやっぱり今回の国立競技場の時にも言われたのは、世界中で賞を取ったような人にまた作らせるというんではなくて、やはりこれからの新しい時代の建築家のコンペであるべきだってことをみんな言っているということであってね、そのあたりが中国で同じような建物をたくさん作ってるザハ・ハディドではねえだろうというところに建築業界ではつながっているわけですね。でこのレンゾピアノが作ったファウンデーションバイエラーっていうのは、まあ、ドイツの国境、まあ、バーゼルというのはフランスとドイツとスペインのちょうど3つ重なり合うところにある町ですね、ライン川のほとり、はい、でこのファウンデーションバイエラーっていうのは多分1990何年にできたんだけど、はい、私も2回ほど行ったけど、ここ面白いんですよ、はい、ここはね、印象派の絵とか、いろんな絵があるんだけど、はい、これのほとんどはいわゆるギャラリーバイエラーが、バブル期に日本の企業が大体社長室役員室新築で作るっていうと、印象、まあね、梅原龍三郎の絵かそうでないと印象派の絵とかピカソとか買ったわけじゃない。でバブル期にすげえ値段で買ってるわけよ。でそういう中にはうぞうむぞうがあるわけよ。ピカソの絵も素晴らしいのもあればそうでないのもあって、でこれがまあバブルが崩壊したことによって、あるいはまあ銀行もそのビス規制という、実はそのバーゼルにある国際決済銀行っていう BIS がビス規制という自己資本規律というのを作ったわけですよ。だからこれもいわゆる第一次世界大戦、第二次世界大戦の戦勝国側によって作られている基準で、これによって日本の銀行は自己資本規制をしなきゃいけないというんで、貸ししぶり貸し剥がしをするようになっていってしまって、これによって日本の中小やものづくりの会社が青息と息になっていってしまった。このことによって日本の国力がまあそがれてしまったというものなんだけど、同時にその時にまあ日本のそういう銀行が持ってたような絵を売りに出すわけですよ。とこれを高い値で売ったバイエラーをはじめとするバーゼルの画廊がこれを安値で買い戻すわけですよ。はあ、なるほど。でこれの飾られているのがファウンデーションバイエラーの印象派の絵で、ここにその日本の観光客はみんな素晴らしいと言って見に行ってんだけど、本当にアッシー三つぐ君の日本を象徴してるの。でこのバーゼルって街はもう一つ面白くて、飛行場がバーゼルの空港というのがあるんだけど、これはフランスの中にあるわけ。フランス側のミュールーズという街がありましてね、トゥールーズじゃなくて、でこのバーゼルミュールーズ空港って言われて、今はまあユーロ空港って、ユーロに入って EU に入ってないんだけど、一応スイスはユーロ空港で、どうなってるかっていうとね、これあのバーゼルの町から飛行場行くときに、道が途中から金網でずっと覆われてるわけ。つまりフランスの中に入っちゃってるから、だけどそこは回廊のような非武装地帯みたいなもんだけど、そうなんですね、で空港に行くとフランス側と スイス側と建物が真ん中で途切れていて、その到着出発のところは両側行けないわけ。車はこうやって建物の途中で回る。で普通ほら出国するときには、荷物を預けて、それから出国を荷物を預けてから出国するじゃないですか、ここはそうじゃないんですよ。両側真っ先に出国をして、それからその後荷物出すところは、待合ロビーは一緒になるわけ。で到着の段階は逆にどうなってると、普通ほら入国があって、ほらクアランティーノで健康保険みたいな、なんか出す欄あるんじゃない、みんな行かないけど、なんか SARS が流行ったりすると厳密な、
で一応入国をしてから荷物取って税関があるじゃない、はい、ね、そうですね、先に荷物取るのよ。あ、そうなんですか。それで両方別々のフランスとスイスの方に分かれて入国があって行くわけ、だから空港で借りるレンタカーがスイスは EU に入ってないから、はい、同じ空港で借りるんだけどフランス側で借りるのとスイス側で借りるのと全然値段が違うっつって。そうなんですね。でこれなんで目黒で書いたかと、目黒ってある意味じゃそのね、高台の上があって庭園美術館があったり、あの自然教育園がある側があって、はいはいはい、そしてそこに大崎長者丸とか花房山とか邸宅があるんだけど、川を降りると金之助坂降りると目黒川で溢れちゃうようなところになってたりして非常に入れ子のような場所なんですね。そういう話を書いたんでちょっと読んでみてください。でもそれも近いのはあのエコダールじゃないですかね。 あそこもそうですね。あとあのあそこもそうだよね、はい、今のあの椿山荘とあの下の早稲田のところの川はだとやっぱり下は溢れちゃったり ね、うん、はい、という感じがありますけども、はいはい、まあその前のあのスパはご存知のようにあのローマ教皇フランシスの、福音の喜びというのを書いておりましたが、はい、はてさて、であとあの戦後レジウムというタイトルでですね、はい、田中屋その新日本論も書いてるので、はい、そうそう神田川ですよね。あそうそう、何なんか今これね、俺最近ね、俺のパソコンまたすごいんだよね。どうしました、どうしました。いやあの A トックがさ、はい、あのねこの字がこれが出ないの。こあ何が出ません、この今打ったのが、これ今一生懸命入れたの俺のね、俺のね都知事選ってこういう字が出ちゃうのよ俺の字は。いや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 、さっき打ったやつそれだったんだ。これが出ちゃうのでね、もう一回ね知事選取るとね、もっと分かりやすくね、はい、こういう字が出てる。だからカジノがあって、認知症で字があって、金があるって、あぶぐぜにっていう。それどうしちゃったんでしょう、それ。分かんない。俺のパソコンでね、市長選ってのね、やってみたの。これね、なんかね、市長選って、市長選、はい、普通ほら、市長選ってこれじゃない、はい、俺の本当にええとこすごいんだよね。市長選ってさ、普通はこれでしょ、市長選って。はい、そうですね。違うんだよ。あれちょっと待って、あれちゃんと打ってますかね。市長選ボン、うん、自分で勝手に飛び跳ねて周りを汚染しちゃ う, っていう。いやすごいですね。すごいね。どういう誰かをこうなんか暗示しているかのようなね。で府知事選ってのもさ、はい、昨日まで平気だったのに府知事選が今これになっちゃったの。はあなんか似てるんだけど。なんでしょうね。どうしたのかな。どうリアクションを取ったらいいのかそれは。え、まあいいや。はい、ということで、今回はあの、昨日あの二つ、はい、あのあれしましたけど、まずはね、これ本当に真面目だねみんな。ね、真面目だね本当に。先生。本当に真面目だね。ネタに決まってるでしょ。ネタでした、すみませんでした、すみませんでした。だって真面目に撮っちゃうってところが、ね、前もちょっとこのネタやりましたね。このネタをこの手の、はいはい、だからあとね記者クラブっていうのがほらこうやって、はい、こう記者クラブってねこういう字なんだよ。記者クラブいいですね。ねえ官僚っていうのがねすごいんだよ、いろんな出てくるんだよこれ、はい、あれ官僚はねこれ、官僚ああ、また御用学者ってのがあって御用学者、これいいですね。ね、いろいろこういうので、まあ、これが遊び大事ですね。ね、だ登録をすればできるんで、そうですね。ということで ぜひ皆さんもどうぞ。中国語じゃありません、日本語でございます。さて、ところで皆さんね、これはあの、はい、アメリカがですね、日本が持ってるプルトニウム、これを300キロはい、これをアメリカに預けなさいという通達が来たんだよね。ところがこれは共同通信と毎日新聞以外はほとんど黙殺というかベタ記事なのよ。なので最初共同、先週の段階ではペーストして全部くっつけてございますけれども、はい、共同にネットに載ってないのかなと思ったら、うん、あの方が教えてくださってこれ載ってたので2つ書きました、はい、これはあのまだ予習をしていない人はちゃんと見てくださいませ、はい、ね、これはですね本当に大変な話なのでございまして、
でどういうことか、つまり、もう皆さんご存知のようにですね、これは、つまり、日本のプルトニウムで、これプルトニウムをですね、返還しなさいと、はいはい、でところが東海村の高速路臨海実験装置で使う燃料、核燃料用のプルトニウムが約300キロある、はい、でこれは単純計算で長崎型の核兵器で50発分くらいと、はい、今の最新のものだと75発分くらいにもなる、うん、でこの高速路の研究に必要だって日本は言ってんだけども、はい、アメリカはやっぱり3月に開かれる第3回核安全保障サミットを機に返還しなさいと言ってると、で今その東海村に331キロあるんだけども、そのうち核分裂性のものが293キロ、はい、だこれを返しなさいと、うんうん、で一応最初は日本はいやこれはイギリス産のプルトニウムもあるんでイギリスの理解を得なきゃとか言ったんだけど、うんうん、うだらかだら言わねえで早くもうそうしろと言われてるわけです、で、はい、これなんでだかわかるクスか、なんでですか、実はちょっとパッと思いつかないんですけど、で1個もう1個はね、はい、原発の、まあ、皆さん、まあ、小泉さんあたりが言ってるような、原発のそのプルトニウムあって、まあ、皆さんご存知のプルサーマル計画っていうのはリサイクルだったけど、はい、原発から出てくるものは純度が低いんで、うん、原発から出たもの1に対して新しいプルトニウムを9入れてリサイクルするっていうのが普通、リサイクルっていうのは 50-50 せいぜい、まあ、まあまあそうですよね、はい、だから全然リサイクルにもなってない、はい、ということは、まあ、河野太郎氏あたりが言ってるんだけど、でもなんでこのプルトニウムを日本はアメリカに返しなさいというふうに言ってるか、なんか分かる人書いてもらえますか ね、書いていただどうでしょうか、どうでしょうかね、どうでどなぜですか、分かりますか、で今のところ例えばですね、その今ね、あこの表がね、表がこれ皆さんご存知の中の2表が載っていますので、表あとは自分で考えなさいの、あれあとは自分で考えなさい、こっちですね、これちょっともう一回じゃあ記事をくっつけておきましょう、まあ予習をしていない人はあれですが、2つ、はい、共同通信の記事をくっつけてありますが、特にこっちこれからペーストして出す方、ここには図表が載ってるので、みんなこのじゃあ図表を見ながら行きましょう、はい、ボンこれですね、はい、ですね、でこちらを見るとですね、そのどんな具合かっていうと、いわゆる各国のプルトニウム保有量、はい、で日本は非民生用はゼロで、民生用は 44.3トン、で中国とか少ないんだね、イギリスとかうんだらかんだら、だからねやっぱこれ見るとね、はい、ドイツと日本は非民生用はゼロなんですよ、うん、でアメリカは 87.6、はい、ロシアは128、うん、でイギリスも 3.5、 フランス6、中国 1.8、はい、これ何を言ってるかっていうと、まさにヤルタ体制の、ポツダムヤルタ体制の戦勝国5カ国がロシア、中国、フランス、イギリス、アメリカ、常任理事国、そうですね、でここは非民生用を持ってるわけです、うーん、だけど敗戦国の日本とドイツは持ってないわけです、持ってないですね、はい、でおそらくこれは何を言ってるかというと、はい、つまり、まあ、ご存知のようにほら核に関しては今ほらあれじゃないですか、とにかくまあ核を、あれしましょうじゃなくてさ、はいはい、まあ、核をきちんとコントロールしなきゃいかんというお話になってんだけど、はい、つまりこれは早い話は核セキュリティと、うん、つまり日本に核セキュリティの能力ないでしょと、あ同時に日本が核兵器転用をすることをしちゃいけませんよという、うん、これはやっぱり私は戦後レジウム体制からの警告だっていうことですよね、だからまあそれに対してどう思うか、でもこの記事がほとんど出ないということは、うん、そもそもが産経新聞あたりはけしからんと、あ、はいはい、ふざけるなと、
日本のものを違反にするのかくらいに怒らないといけないじゃないですか、まあはいはい、なのに全くこの共同が流してもほとんど鈍感ちゃんになってる、はい、なるほど。だこれでうだらかだら言ってる日本っつうのは何よって話だと思いますけれどもね。はい、ということでですね、はい、まあだからそのまあ、まあ後で書いてきますけど、だん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 今やその反中の人がね、反中の意見をずっと述べてるところが、逆に言うと今アメリカが願ってる日本よ大人になりなさいと、あるいは天皇陛下がおっしゃっていることと違うことを言ってるんだから、反日であり反中であり反米にまでなってるというすごいことになっているわけよ。まあ、なんかよくわかんないですよね、そこら辺とかね。だから天皇陛下がおっしゃってることと違う意見を持ってんのが保守だと思ってる人は、だって今の天皇陛下は自分が元首になるなどということは、あってはならないとおっしゃってるわけでしょ。で、前々から申し上げているように、だって今日のあの原稿にも書いたように、だってサンフランシスコ講和条約は前から言ってるように、トリティオブピースウィズジャパンですからね。はい、そうですね。日本国との平和条約ですから、ね、そうですよね。で、天皇陛下は年末にですね、うん、80年の道のりを振り返って最も印象に残ってるのは先の戦争のことです。で、しかも主語を日本として、はい、戦後連合国軍の占領下にあった日本は平和と民主主義を守るべき大切なものとして日本国憲法を作り、様々な改革を行って今日の日本を築きましたっつってんだよ。ヤッシーが天皇陛下を政治利用してるじゃなくて、私は天皇陛下、だって宮内庁のホームページに載っている文章ですよ。そうですね。日本は平和と民主主義を守るべき大切なものとして日本国憲法を作り、さまざまな改革を行って今日の日本を築きましたって言ってんだよ。だから日本が主語だって言ってるんですよ。だけどこれは日本が主語ではないものだと言っている人たちがいるわけですよ。ね、だからこれはどうするんですかねってことで、だからその意味で言うと産経新聞は陛下間違ってますと、はい、いうふうに言うんであれば、それはそれで一つの覚悟かもしれないけれども、陛下が言っていることを無視しているというのはこれは不敬罪に当たるんじゃないんですか。で、まさに逆命理君じゃないけど、ね、上司が何かを言っても上司に体を張ってでも、これは社会のためになりません、会社のためになりませんと、消費者のためになりませんというのが逆命理君と言って言われてるのに、なんで産経新聞は今の憲法ではおかしいと、陛下それはお考えが間違ってますと、どうして言わないんでしょうかね。ねえ、そうですね。ね、朝日のお酒よりマシ。いやいやいや、だからいや、あなた方が言ってることはいいですか。前から言ったように、じゃあアメリカは今の日本の考え方に違いますよと言ってるわけですから、陛下もそう言ってるわけですから、だそれでもやんだったら覚悟を持ってやった方がいいようにって話なん で、ね、で、はい、これを次にですね、長野智子城が、あのホキントンポストの、あのなんか編集主管かなんかになりましたけども、小川和久氏とこれ普天間をめぐる原稿っていうのが載ったの、はい、でこれはまあ前々からずっと言われていたことなのだが、これは大変な文章なので、これを全くまた朝日あたりもこれを踏まえて逆にファフィントンポストに場所貸してんだから載っけなきゃいけないし、その他のところも載せなきゃいけないの、つまり小川和久さんはまあよく存じ上げています、もっともっと自衛隊の方ですけどもね、詭弁じゃないよ、君の方が詭弁だから、こういう具合でですね、この文章は大変の話なのよ。つまり何かって読みましたか皆様。じゃあどこから行くかね。まあこれね、まあ、読んでない人にはわからない話なんで、あとは自分で考えなさいなんだけども、はい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 、つまり辺野古でなくていいと、辺野古以外のプランというものを日本側が提示をして、それに対してアメリカはそれでやりましょうと言ってたのが、実はハトちゃん政権の時に小川さんが言ってたことなんだけど、当のハトちゃんがブレてしまったということなんですよね。
ラッシーは新米ですよ。新米ってことかな。ラッシーは避難するとまあいいんだけど、まあ、いいんだけど、これあのぜひまああのかなり分かってない人たちが多いみたいなんで、これは読んでみてください。つまり、うんうんうん、アメリカに限らず他の国は自分の考えがある人によくほら言うじゃないですか。はい、私とあなたは考えが違うけど、あなたがそれを発言する場は体を張ってでも与えるみたいなちょっとくせえセリフがあるけれども、アメリカ側は辺野古のプランもどんどん2点3点してって、これは公共事業じゃないかと、全然こんなことでアメリカがまで巻き添えを食らうのは困ると思ってたところに小川さんが大変なプランを持ってた。つまりわずか2日間でまずヘリポートができると。でこれやっぱりね、小川さんは自衛隊にいたからヘリポートですから、オスプレイだウンダラっていうのは飛行場じゃないのよ、滑走路じゃないのよ。でもともと空いてると違って、まずそこに普天間から移すと2日間で、そして辺野古以外の場所にきちんとしましょうと、はい、あるいは国外ということをやりましょうということの具体的プランを作って、そしてこれは実は鳩ちゃんと藤田幸久氏がそれで行きましょうと言って行ったのに、それに対して防衛省であったり外務省であったりが一旦決めたことはてこでも変えられないぞと言って、アメリカにも来るから一体お前らの意見はどれなんだと。でそこで鳩ちゃんがひるまず屈せず逃げずで行けば、はい、今言った2日間で普天間からヘリポートが移って、はい、そしてその県外国外ということが具体的になるはずだったにもかかわらず、はい、それを結局妨害したのが日本のマスコミと外務省と防衛省であるということを小川和久さんがちゃんと明確に書いているんですよね。はい、ですからこれは まず読んでみてください。でこの元自衛隊にいた軍防衛ということを熟知している小川さんが言った提案がなぜできなかったかというと、まさに民主党がひるまず屈せず逃げずでできなかったからひよっちゃったんだけども、結局それをやっていくってことはまさに第二次世界大戦の前の春ノートを曲解してしまうのと同じようにですね、日本の官僚というもの、日本のメディアというものがですね、真実を伝えない、あるいはあるべき姿勢を伝えないということになるということです。今またバカなこと言ってる人がいますけれどもね、だこういう人はあのひるまず屈せず逃げずができないような人はそもそも問題なのね。さて、なのでですね、これはもう一つあの実はあの茅野俊彦さんという、まあ、ベーシックインカムに関しては私と全く考えが違うんだけど、はい、津田塾大学の先生がいて、彼があの日経 BP で書いている、これ日経 BP のインタビューなんですよね、はいはいはい、だから前から申し上げているように12月26日以降日本経済新聞のスタンスというものが明らかに一変をしているということは前からお伝えしたと思います、はい、ワシントン発の記事もですね、はい、日経新聞の記事の論調、アメリカの内野憂慮というものに関しては、これはもう朝日と同じ形になってきていて、産経と読売のスタンスとですね、全く違ってきているというのはなぜなのかということを真剣に考えないといけないと思いますですね。ぜひこれはあの読んでみてください。これは鋭いと思います。で、なぜそうかというと、別に今民主党政権だからってことじゃないということで、前回もお伝えしたようにですね、辰巳由紀さんというあの方が靖国参拝を米国が許容できない理由と日米の認識のギャップというのがあります。でこの人はもともとその共和党系のスティムソンセンターというところの研究員ですからね、はいはい、前から言ってるようにリチャード・アーミテージ氏が言っていることと同じようなことを書いてあるわけでございますよ、はい、ということなのでですね、これを読んでみてくださいませ。さてさて、あれだ、休眠講座、休眠講座、これ休眠講座はまあ今までずっと言ってきてやると言ってて、この間やりますという記事が出たんだけど、これに対してなんと日本財団の笹川洋平さんがですね、笹川さん、はい、噛みつきまして、あらこれ休眠口座問題の核心と銀行協会の嘘を暴くってんで、これにみんな役人と銀行側が結託しちゃってんの、政治家が読み取れてないぞって、笹川、はい、さんはもうとにかくこの休眠口座問題は野心と同じ考えなんで、これもあの全部くっつけてありますから、
はい、まあだからあのわけわかんないなんかあの質問してきてる人はいかに読んでないかっていう人なんで、これやっぱりあれですかね、そろそろもうあの読んでない人は有料にするとかね、あなんかやっぱりニコニコ銀座にそういうあの識別機能をね、あつけるネット紹介ですからね、うん、分かってる人は逆にポイントあげるとかね、よく読んでる人はポイントあげるとか、まあ、ちょっとそういうね、ちょっと仕組みをこれちょっと七尾にね、七尾に、いやそれは他のチャンネルだったらタモ神さんのタモちゃんチャンネルに行く人もそれは分かってない人は逆に取られちゃうし、分かってる人はポイントがもらえるっていうね、そういうやっぱりブランディング化をニコ動もそろそろしないと。どうでございましょうか ね、いいんじゃないですかね、ね、それはそれは面白いと思う、ね、この間の日曜日もほら舛添さんの銀座は流したけれども、はい、細川さんの銀座は流さなかったっつんで、だいぶ皆さんがプースカ言っておりましたけども ね、はい、だからスタッフが足りないんですかね銀座にあるのに、ね、多分寒かったんで、舛添さんの終わった後で細川さんのもやるまでもうニコ動の人発給で働いてるから風邪ひいちゃって帰っちゃったのかもしれません。そうかもしれないですね。ちょっと、うん、ちょっとこれじゃあ聞いてみましょうか。ニコ動日曜日ね、はいはい、玉神さんと舛添さんは流して、宇都宮さんは流したのかな、どう、まあ舛添さん流して細川さん流さなかったんですね日曜日、はい、生放送、じゃあこれはなぜでしょうか。1、舛添さんは流したのか、舛添さんは流して、流さなかったのは何でしたっけ。舛添さんのこと今最近なんか巻き添えさんって呼ばれてるらしいですね舛添さんに巻き添えさされちゃうって言ってる人たちがいるらしいですけど、おじいちゃんおばあちゃん、じゃあニコニコに なぜニコ動日曜日、はい、の対応、いや土曜日も他の全部流してるんだから ね、 ね、土曜日も舛添さんの流してるんだからね、今書いてたけども、土曜日はまあ細川さんも流してる、日曜日ね、はいはい、舛添さんを流して細川さんを流さなかったニコ動の理由を推測1番、はい、もう単純に舛添派だから2番、はいはいはい、なんだろうね、2番、電力会社が怖いからなるほど、電力マフィアが怖いから、3番、うん、スタッフが寒くて風邪ひいたから、身も心も懐も寒くて風邪ひいたから、3番、1番が舛添派だから、うん、舛添派だから、2番が、2番が、原子力マフィアが怖くてビビった原子力マフィアが怖いからチンポ縮んだで3番が、はい、給料安くて風邪ひいた、あスタッフが安いからやってらんねえすと、4番、はい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 、4番はもう単なる大企業病でポカミスっていう JR 北海道みたいな話だと、これでいってみましょう、はい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 、うん、単純なポカですね、はい、うん、単純というかもう4、うん、そう、大企業病だ、大企業病的ポカですね、うん、JR 北海道みたいなもんね親方日の丸みたいな、なるほど、はい、ちょっと待ってくださいね、できました、あ、みんな真面目に一生懸命書いてきてるんだよね、いやでも本当にあのうちの結構皆さんの真面目な方に応答ありがとうございます、ね、ネタをよろしくお願いいたします。ああ夏じゃなかったからか、冬野さんじゃなかったから、冬野さんじゃないから、ちょっと最近なんか夏野さん結構ツイッター叩かれてましたね、あそうなの、あのなんだっけ、駅の構内のショップなんかの売店で、スイカ使おうとしたらスイカのあれがなかったかなんかで、それをなんかツイッターで文句言ってましたよね。あそう、お前それをまずこんな使えないのおかしいだろう、それはなんか利権かなんかかって書いて、それでおそたなんかむちゃくちゃ叩かれてましたよね。酔っ払って書いてたのかな、ストレス溜まったのかな。やっぱ女性問題のストレス大きいからね、夏野さんね。なんかねちょっとね結構ね。ねえ、夏野さん再婚されたのに今の奥様も共済家だから。そうなんですか。わからない。なんかまたバレちゃったのかな。なるほど、はい、行ってみましょう。パッパッパッ。5、4、3、2、1。
よくわかりませんからね。まあこんなもんですよ本当に。でね、続いてあの例のその教皇フランシスのトリプルダウンタウン経済、はい、まあトリプルダウン経済がダメってのはあのレーガノミクスがダメって言ってる話ですからね、はい、それは日本が今周回遅れにならないの大丈夫っていう警告をアメリカも出してるってことなんだけど、実はあのこのバチカンは前から申し上げてるようにね、世界最大のマネーロンダリング機関だと言ったんですけど、なんとここに乗りましたけども、はい、バチカンは1月30日財務情報監視局トップだったニコラ枢機卿の退任を発表したと、まあ、首切ったってことですよ。でこの人は2002年から教会保有の不動産など管理と、で2007年から13年まではいわゆるバチカンの資産を管理運用するバチカン銀行、これの監視員だったと。でなんとすごいのね、バチカンの資産は約8400億円ん1年にだ、はいね、でこれがマネーロンダリングになってんだけども、枢機卿は、あ、じゃあ法王はこの銀行の監視員である枢機卿5人のうち4人を交代させたと、うん、つまりいわゆるもう今までの支給派を全部一掃したわけですよ。ああなるほどな。でも大変なことになってるわけ、はい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 、で国際的な監査法人による監査もやってるって。で、あ、これちょっと話戻るけど、さっきのね、あの津田塾のあの茅野さんの原稿は、はい、これは日経 BP の、これはもうぜひ虚心坦懐に読んでください。ヤシ、はい、が思ったことをやっぱりヤシよりも頭がいいのかすごい明確に言っていて、はい、北朝鮮と中国とアメリカの関係の問題もこれは書いてるので、はい、まあ時間がないのであれですが、これはもうぜひ読んでいただきたいというふうに思います、はいはい。そんでまあそのまあだいぶ株が世界的に下がってくる中で、日本がとりわけ下がって、で円高になっていくと。別に私は円高になることは問題あるわけじゃなくてね、日本の輸出なんて増えてないんだから円安になってもね。でそれでまあトヨタだなんだのが景気がいいっていうのも単に為替の問題だけなんで、多少円高になった方が良いと思いますけどね。なんだけどこの産経のこれすごいよね。うん、靖国括弧谷括弧失望、あ、発信源はケネディ大使でここまではまだ分かるけど、本音発言は田中真紀子縛りって、こんな見出しを親米派だったアメリカが、しかもキャロライン・ケネディ大使が来て、3ヶ月も経っていないハネムーンの期間にこんな見出しをつけていいのか、産経どうしたんでしょうねこれね。つまりケネディ大使は田中真紀子と一緒だっつってんだよ、うん、そうです ねこれってすかなり重複すぎるのでしょ、これいいんですか、はい、産経新聞の未来は大丈夫かね。いや、まあ、わかんないですけど本当にね、これつまりだから先ほど私が言ったようにその、はい、ね、反中なところは実は反米であり反日にまでなってきたわけですよ、つまりアメリカの共和党民主党を含めた日本に対しての懸念や意向や、はい、助言を聞かないで、うん、ね、中国の言ってることはけしからんってのと同じ、ましてや天皇陛下の言ってることも聞かないと同じならば、反米反中反日が産経新聞になっちゃったってことだよ、うん、ね、だから大丈夫かなと思って私は超心配、はい、だから一体どこへ行くんでしょうね。いや、産経の中がぐちゃぐちゃになってんじゃなくても、つまり OS の転換ができなくなってきちゃってるってことですよ。だからそろばんを使ってるのは地頭の人はこの問題がわかんのに、いまだになんか産経はほら互換性のないような MS-DOS のままっていうか、あ、ビスタのままっていうか、そんな具合になってきちゃってる。まあ読売もちょっとそういうところがあるのかもしれない。そうするとやっぱり改めて中曽根康弘って人は風見鶏とか言う人がいるけど、ほらこの先週申し上げたように大変な人なんですね。ところで、はい、人口一応魚拓的につけましたけども、東京圏の転入は超過が9万人。でこれがね、毎日の見出しも変でさ、はい、人口移動、東京圏転入超過9万人、景気回復で大幅増って、違うだろって、日本の人口減ってんだからさ、東京の一極集中がどんどん起きてきちゃって、うん、これそういうことですよね、ね、うん、これ景気回復と言えるか、絶対一極集中でしょこれ、うん、そういうことなのよ、はい。で市町村では全体の 76% に当たる1310自治体が転出超過となった、人口減というのは出てく人の方が多かったと。そうですね、だから本当にさ、それはそれで問題一緒っていう話ですよね。これしていくと日本は大きな問題よ、うん、
それで、まあ、で東京オリンピックは800億円寄付金集めるって言うんだけど、はい、集まるかって読売がね心配してるって記事書いてんだけどさ、はいはい、800億円じゃあこれ聞いてみましょうか。800億円寄付金集まるか、ね、集まりますかね。なんかね、記事ちょっと読んでみますね。ふにゃ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 、読売新聞、ボン。ね、オリンピック・パラリンピック委員会は財政計画をするんだが、大会運営費が3000億円かかるんだって。で、企業からの寄付金は100億円に設定してんだけども、どう企業からの寄付金100億円だけでできんのかね。だからこれもすごいね。それでね、東京都は700億から800億寄付金欲しいっつってんだけど、経済界の場合もそんなにもう出せねえよっつってるってわけ、で今までは鉄鋼、銀行、電力、自動車、電気の5つの業界団体に目標額の 10% ずつ割り当て、残りを他の企業に分けてきたけれども、ちょっとみんな困っちゃってると、で知らなかった、長野五輪、私が知事になる2年前、運営費の1000億円に対して、なんと中央の経済界による寄付金はたったの25億円だけだったんだって。あ、そうなんですか。あら。で、2002年のサッカーダブルハイでも、運営費が607億円に対して経済界の寄付金は22億円だったんだって。だから大会運営費が3000億円かかるところに企業からの寄付金100億円って言うけど、100億円すら集まんのかねやっていう。なんかちょっと怖いですね。どうなんでしょうね。大丈夫なのかな、ね、これ。という記事が読売まで書いてるから心配ちゃうんだよね。でこれまたすごいね。先週ちょっと言ったっけ、あのトヨタのボーナスの話。トヨタの労働組合が要求するボーナスは平均235万円。月 6.8 ヶ月分。こんな出せませんよね。でベースアップも4000円、だけどその下に朝日の記事つけましたけども、生涯派遣拡大っていうのがあるわけ、あとこれ最高、これ読んだ、あ、ワタミ様が、ワタミ様のね、この記事はこれぜひ、ワタミ様がね、渡辺美樹様が、なんと読みます、自民党の渡辺美樹参議院議員は4日自民党雇用問題調査会の会合に出席し、自身が会長を務めていた飲食店ワタミのグループ会社社員森美奈さん、当時26歳が過労死したことについて、一生の悔いであり一生かけて償っていきたいと発言した。何まさに言ってるんでしょうねこの人ね。そして超党派の議員が再立を目指している過労死防止基本法について賛成する。でもこの後がする、経営者を敵視する企業叩きでなく経営者を巻き込む形で議論すべきだ。でこれに対してね、その森さんたちは賠償を求めているわけよ。でこの森さんを支援している人はよく言うよと、両親は渡辺議員の直接口から過労死の原因を聞きたいと面会を求めたのに応じず、やむなく提訴に踏み切ったと。なのに未だに両親に会わず会合に出てきて、一生の悔いであり一生かけて償っていきたいって安全地帯で言ってるような話でさ、この渡辺美樹さんは、でもあのじゃあアンケート取りましょう、はい、取りましょうね、はい、この森さんが過労死したことに関して、一生の悔いであり一生かけて償っていきたいと言ったと、はい、渡辺美樹グッドジョブね。でもじゃあ1番グッドジョブ、2番、両親の面談から逃れてるのにチキン野郎と、ワタミのチキンはうまいかっていうんで1と2で言ってみましょうね。すごくないこれ。まずはだって両親に会ったいってのに会ってないでしょ。で裁判も未だにやってるわけでしょ、ワタミを争ってんでしょ。ですよね。一生かけて償うんだったら、まず裁判を和解少なくともするとかさ、行ってみましょう。はい。じゃあ2択でいきますよ。うん。2択でいいでしょう。渡辺チキン。ちょっと。グッドジョブって書くとなんかほら昔のなんかグッドウィルみたいな感じだったね。またそこでいい、グッドウィルさん出しますけどね。はい。
じゃあ行きましょうかね。行きますよ。5、4、3、2、1。はい。まあ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 そうです。おお、グッズジョブいるんだ。いっぱいいるんだね。まあまあまあもうネタ含みですかね。ネタですかね。はい、ネタですかね。さっきの英徳、逆英徳版。逆英徳版ね。いいね、こういうのはこういうネタいいですからね。ぜひやっていただきたいと思います。本当に皆さんありがとうございます。ね、しかし、すごいね。いや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 。ところで、これはほら、あの、選挙のこと言われてる人、これね、はい、この記事、はい、これ、あの、共同なんで、共同のに載ってないと思うんだけど、すごいんだよ、ほら。いわゆるほら、今みんなほら、投票が機械導入してるじゃないですか。なんとかっていう会社の機械を、はい、ところが東京都23区と支部のほぼ全ての自治体がこの読み取り分類機ってのを税金使って買ってんだけども、なんと東京で唯一機械に頼らず手作業でやってる、はい、そうです、あのね、これ別に青ヶ島とかそういうとこじゃないですよ、府中市、府中市、府中市は、でなんで今まで機械を入れてきたかというと機械を入れるた方が早いと、そしてその残業代を払わなくていいんで税金の無駄遣いにならねえというの、機械なんかさ、はい、だって機械各自治体にあってほらリースだったら回せるけど、うんうんうん、都知事選みたいなのとか国会議員国政選挙ってのは全部の自治体でやるんだから、うん、他のところでも使えないわけよ。そうですね、市長選とかさ市会議員選挙だったら横の市から借りるってのもあるけど、はい、でなんとすごいんだよこれ、府中は手作業でやってると、はい、でね、はいはいはい、で以前はどこの自治体も職員の手作業だったが、ここ10年ほどで読み取り分類機が普及したと。で練馬の選挙管理委員会は今やこれ以外の選択肢は考えられないと安江松次事務局長は言うと、はい、でここのちなみに練馬の有権者58万人、ええ、でなんと最新型の分類機15台を投入すると新たに、ええ、新たにね、でここが他にこれまでは職員が手で一枚一枚用紙の天地裏表を揃えて機械にかける必要があったと。区が今回導入したのは裏表の区別なく読み取りが可能で、漢字やカタカナひらがなが混じってても毎分660票を識別できるって言うんだけど、うん、でね今までは開票で手作業で3時間43分かかったんだけど、2003年に機械を入れたら2時間50分で約1時間短縮したんで1時間分の残業代が減ったんでよかったっつってるんだけども、はい、ところがで、まあ、これはご存知のように、まあ、選挙機材メーカー武蔵が2001年に発売で、全国的にも半数の自治体で導入済みで、ところが精密機械にトラブルはつきものってこの記事すごい東久留米市では昨年6月の都議選の際に分類機で票が詰まるトラブルが起き、はい、職員が結局手で仕分けることになったと。で読み取り精度も向上したが極端な崩し字などそれは達筆だと読めないと。うん、まあなるほどね、なるほど、はい、ところが府中市は、いわゆる投票箱の中に入れたのがもう一回開く紙の印刷にしてると、はい、でも機械は入れてないと。で昔ながらの手作業である、はい、で機械を使う府中市の選管の堀江幸雄事務局長、はい、機械を使っても全体の 5% から 10% 読めない票があり、結局人が分けることになる、職員は手作業に慣れてるしトラブルの失敗がなく終わりの時間が読めるのが良い、で有権者約20万、だけどまあその練馬の3分の1以上あるわけよ。そうですね、はい、で都知事選は1時間20分で終了する予定だ。ところが練馬は2時間50分機械使ってやってんだよ。どうよ、実家が練馬なだけでね、かなりちょっと複雑な心境、うん、だからこれ府中市グッドジョブね、はい、うん、だから府中この府中市のアナログ方式が良いという人と、俺はパソコン使ってるから武蔵を信じるぞという人と1と2で行ってみましょう。わかりました。だってすごいじゃん、だって20万人の町で1時間20分で終わってんだよ、手作業で。で練馬は58万人の町で機械使ってんのに、機械も膨大なお金かけて15台もまた今回新しくやれると、毎分660票識別できるぞって威張ってんのに、のに2倍の時間かかってんだよどうよ、これはなかなかいい共同の記事なんで、全文ペーストしてくっつけてあります。
武蔵以外に機械作ってないでしょ。これ特許なんですかね、何なんですかね。何なんですかね。まあ、まあ府中市の実績見てるとなんかやっぱりそれは工夫次第じゃないのかなって気がしますね。はい、はい、行きましょう。ボン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 、4、3、2、1。あ、終わりましたね。え、よくね、あ、機械、あ、機械、あ、これダメだよ、これだ、機械、開票にもうブスか、あー、はいはいはい、あ、ブスか、あ、すいません、すいません、すいませんでした。ヤッシーが、ヤッシーが言ったら、府中市グッドジョブ。あ、府中市グッドジョブね、すいません。府中市だって手だけでやってるんだから、府中市グッドジョブ。はいね、はい、はい、OK です。府中市、府中市原始人ね、はいはい、府中市グッドジョブってのと、はい、とね、と聞いてみましょう、はい、府中市グッドジョブって悪いのはどうしますかね。府中市遅れてる、機械を使わないなんて遅れてる。なるほど、ね、では開票の、開票における府中市派ですね。そうです、もう今やもう親米派のヤシーですからね。もうヤシー、ヤシーはもう親米ですよ。はい、もうまだ袋から取ってないですけどね、はい、どんどんこれからネタ出してきますからね、はい、楽しみにということで、いきますよ。あ、エルトン・ジョンみたい。あ、エルトン・ジョンね、あ、大好きだな。なるほど、はい、はい、5、4、3、2、1、ボン。まあ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 、そうです、ね、まあでも機械使いたいって、やっぱ工作員が結構入ってきてますね。よくわかりませんけれども。あの、まあその後ずっとなんかいろいろあります。あの、まあ、はい、百田様の件はもう議論するべき。でも百田様の中でね、まあ、百田様はほら、その極東軍事裁判は東京大空襲、広島長崎の悲惨な状況をごまかすための裁判だったと、しかし、まあ、いつものことをおっしゃってるの、はい、でもう一個すごい、これ聞き捨てならないこと言っててね、蒋介石は南京大虐殺を宣伝したが世界は無視した、そんなことはなかったから。ねえねえねえ、でも蒋介石は中華民国をお作りになった方ですよ。そうですよね、台湾の父ですよ。そうですよ、台湾の父を殺めるようなことを思ったさ、百田様が言っているって、これ皆様どうよ。これはどうなんですか。百田様は蒋介石は嘘つきだっつってんだよ、これ。つまり、まあまあまあ、まあ、だからオランダになんで飾り窓があるっつってた人と同じわけよ、うん、白馬事件を知らずに、あの歴史観のなさを出しちゃった人もいますけど、うん、はい、モッシーってのがいますけど、モッシーさん。百田様、これ蒋介石を殺めちゃいかんですよって私は思いました。以上でござるね。で、あとなんだ、うん、まあこれずっとぶんだらばんだらぶーっと記事があって、それでまあ最後の方に田中隆作の記事なんかもいろいろくっつけちゃったけども、はい、まあまさに、まあその中西玲さんとかね、菅原文太さんとかが、まあ、細川さんを言ってるっていうことで、はい、まああのあれなのだが、もう一個、あ、そうそうそう、大阪の件、大阪の件もなんか聞きたいっつってんだけど、大阪どうよ、この市長選。ああ、大阪市長選か、うん、はい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 、市長選ね、そう、市長選、はい、だこれまた共産党がなんか最近になってほら候補出すとかうんだって、うん、共産党ってやっぱほらオリンピックじゃないけど参加することに意義があるみたいな、わけわかんないところだからさ。、はい、そうやってくると、このなんか共産党がなんか右傾化を促進してるっていう、ね、すごいよね。そうですね。でもこれどうなんですか。だから、あの、簡単に言うと、なんか朝日新聞とかもヤシーの写真載っけたりとか、私の場合には不信任が出たから、はいはい、不信任が出ると議会を解散するか、自分が不信任ですから辞職するか、どっちかしか選択がないわけですよ。ないですね、はい、これはもう議会側がボールを投げてきたんで、うん、私はそのボールの一方を取ったってことです、はいはい、これハッシーの場合はこれ自作自演ですからね。だってそういうことでしょ。まあそうですね、自作自演だから、このまさにこの市長選なんですよ。本当にまあそうですね。ねえ、まあだからどうするんですかね。いや、いい当て字ですね、本当に。ヤシや日本国の存続を望む、当たり前でしょ、あなた。だから日本国を
中国どころじゃなくてアメリカとも喧嘩をするような状況にしちゃいけませんってことは私は言ってんですよ。常任理事国5カ国を敵に回して勝てるんですか、うん、だからあるいは天皇陛下を敵に回していいんですか、それでもいいって言うんだったらそれは産経新聞は体を張って自爆テロでもすればいいんであってっていうことを申し上げて、先週の自虐士官って書いてしていましたけどね。ね、まあそういうことで、まああの都知事選はまあそのね、あの、はい、なんだっけ、さっき言ってたの巻き添え食らっちゃうっていう巻き添えだっていう話になってきましたけどもね。まあ大阪はまあそんなことで、大阪の人もまあかわいそうだよね、ご愁傷様だよね。ね、うん、まあまあね、今週末日曜日投票ですけどもね、どうなるんでございますか、ですかね、うん、あのオバマが無能って今わけわかんないことを書いた人がいますけど、はい、これは先週のを聞いていただくと分かるように、多分イラクとアメリカというものがですね、はい、きちんと協定を結ぶようになりますから、はい、そうするとこれはもう一変しちゃうわけですね。そうですね、レイムダックどころでない状況になってしまって、はいはい、そしてイランですね、そうですね、はい、イランは8000万人も人口がいますから、うん、これは日本も含めてイギリスもフランスも含めてロシアも含めて全ての国がここの市場というもの、コーナーのヤッシーが正論を言うと読む末だだって、おお面白いな、だってそうだった、他の人が読む末すぎるから私が当たり前なこと言ってるわけだから、ね、でこれ石油の値段がどんどん下がっていくと、前から言ったようにシェールガスなどというものは、アメリカはシェールガスは最初儲けただけであって、アメリカも油田が出て、もう石油が過剰になっちゃうんだから、ジャボジャボになっちゃうんだから、そうすると何が起きるかというと、今度まあサウジアラビアとオバマ氏が会うけれども、はい、湾岸諸国の地位が低下をしていくということですからね、うん、これは逆に言うとアメリカにとってはとってもハッピーなことでもあるわけですよ、うん、でこれに対してまあイスラエルはイランと仲良くするとは何事ぞって怒ってるんだけど、ちょっと空回りになっちゃってるというようなことを考えてくるとですね、うん、この青島行きを選んだ富に期待する、また古い話出しましたね、青島行きを選んだ富に期待する方がする方が古いんだよな、それはね。まあまあまあね。うん、誰が仕入れん止めるのよ。だからもうこの辺はさ、まあまあそんなことで、こんなことで、あもう時間が結構3分、あと3分ですね。まあでもね、まあ確かにその99歳、今100歳と言われてる、まあ武野武治さんというね、はい、あの秋田の、方がで会見に来たって言うんだけど、うん、でもまあやっぱりそのちょっと。ブランディングというかマーケティングがちょっと細川陣営様は下手でしたよね。だけどまあ確かにこうやって考えると本当にね、小泉さんが言ったように街の熱気がこうなのに全然その足を止めて聞く人の数が違うのになっちゃうっていうと、ちょっとね、何なんだかよくわかんないっていうか、もうそうしたら選挙演説なんかしなくて、みんな在宅投票、在宅会合のように在宅投票で、はいはい、在宅投票の解除に行くような人を各政党が出すみたいな恐ろしいことが全国起きてくるんじゃないか、この辺でちょっと笑いの字が欲しかったんだけどね。まあ、うん、僕はもうどっちかというと家入さんが出たことにびっくりですよ。あ、千里ツイートだけで行っちゃうってのもすごいよね。すごいですよね。ねえ。これそれとそれ一番、まあ。あの時もヤッシーにもヤッシーのウーダラだったから、まあヤッシーもそれ10万ツイリツイートあったらなんて高く売ってみたらよかったかもしれませんね。そうなんでしょうね。まあいずれにしてもまあこんな具合でございまして、まあ日本も本当にどうなっていくんでございませんか。ね、あそうそうそう、だから今ほら字が間違えちゃうんだよね。家入さんの家が。家が先なのに皆さんやっぱ、はい、だあれひらがなにした方が良かったんじゃないのかな。なんかやっぱもしかすると投票所によってはほら字逆だと違うとか、まあそうですね、いうようなところが、ね、また出てきたわけのわかんない人たちがね、まあこういうのもまあ一応ほらね、放置プレイでやらせてあげるっていうね、まあそこら寛容ね、うちはそのだから暴走族が来ても機動隊出したりしないっつうところがね、今までいつでもそういう感じで、うん、なんでございますよね。まあでも投票率は下がるでしょ、はっきり言って。まあちょっと今回厳しいかもしれないですね、うん、だけどまあやっぱりは、まあ、これまあ巻き添えさんがなったとしてもね、皆さんこれ書いてるように子宮頸がんの問題だったり、はい、いろいろな
あの彼の私生活の問題だったり出てくるから、なかなかこれまた楽しい話になって、あとマックさんがね元気になったのよかったですね。ね、ちょっと少々でしたからね、ちょっと心配しましたけど、赤坂さん、赤坂ね、ね、こういう意味でした、ね、でも赤坂さんなのに赤坂のあたりにポスターまだ貼ってなかったりするんで、そうですね、貼ってないですね。せめて赤坂六本木くらいはマックさん貼りましょうよねっていう。というわけで、ありがとうございます。また来週です。ということでまた来週。